どうも。オフはどうでした？いつもこの2人の画角なんですけど。最高。リオンの誕生日プレゼント選ぶのに必死でした。何を選んだんですか？自分で選んでないじゃん。僕が選んだじゃないですか、自分で。何を選んだんですか？靴を買ってもらいました。その靴ですか？違いますよ。外靴で。いつもは去年から空いてるやつやん、これ。外靴買ってもらいました。ジョーダン1。はい、今度入ってきてください。試合の時に。いや、試合の時、俺は、開幕戦？あんまりその、そういう靴は、シフト時しか履かないと思う。シップの動画上げるの楽しみだね。あ、次の最近インスタめっちゃ更新してるからこうやって上げるもん。お、あのストーリーでちゃんとニューポストってやつで。これ出る。わかりました。じゃああれだから違う。リーチを。だ、分かってないね。それちょっと片手間ですけど、だからそのリーチを、はい、だそこからストーリーから自分のページ飛んだっていうのがその大事なんで、 SNS もそのあれを上げていくの、あれとだから認知度、だからその あるんで、だからインスタもじゃあフォロワーが1万いるアカウントと、逆に1万だけどストーリーとか投稿が全然見られてないアカウントが、じゃあ5000しかフォロワーいないけどストーリーとか投稿をたくさん見られてるアカウントで、どっちの方がじゃあ有料のかアカウントになるかってなると、そっちのアカウントになる。だそういうのをリオンかっこいいから面白い人って多いでしょ。いや、そんなリーチ、僕の一番リーチやばい投稿が、あのディエンスでめっちゃ低く構えてるあれリーチ2万くらいってるから皆さん、リオンさんのフォローと何でしたっけ、フォローしてもらえれば。これがでもベルカの一番インプレッションやばかった X、 伊藤さんのバカ殿あれはあれ、未だにやばい。マジっすか？未だになんかリポストされてしてるもん。マジっすか？何食べてるんですか？森さんのお土産のどら焼きです。どら焼きです。福井県のお土産、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいです。はい、絶対これ使われない。いや、次行くんですよ。うん、ついてきてもらっていいですか？先行って。とりあえず、高橋さんの髪型変えたことを聞いてどうも。はじめまして。自己紹介、その格好でいい？だ。めっちゃ近いかもしれない。ちゃんとなんでそんな疲れてるんですかって聞かない。まず、お名前を。山口です。はい、どうしたんですか？あのバイクを24秒パセットやったらもう死にそうです。さっき人生で一番きついって言ってました。はい、はい、人生で一番きついです。今日の予定は？今日の予定なんかこの後テレビかなんかがあるんですよね。取材ですね。はい、それだけです。はい、頑張ってください。はい、ここにいる幹事さんとリオさんはどんな人ですか？優しいですよ、本当に。さっきのトレーニングがもう一番優しかったですね。どうしてくれて。3人一緒にワークアウトをしてきた。これって逆に俺のこと優しくないって人いなくないですか？そのいや、後輩は結構なんかツンとしてるっていう。違う、ツンとしてるって優しくない、また違う。シャイなだけですよね、リオさん。俺はだから、こう自分から来てくれて後輩に。リオンさんとは違うの話が面白いことを思う。面白いことで、僕もリオンさんは怖いって、あのいろんな後輩は言ってました。あの僕の知り合いの人たちは言ってました。でも実は優しかったです。最初だから本当にもうちょっとビビりながら来ました。見た目だけじゃん。2ヶ月後ぐらいにまたリオンさんのストレス行きますね。バイバイ、さよなら。ディエンド。どうもありがとう。手が痛いです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日あの皆さんと初めて合流という形になります。そうですね、ほぼ。あ、でもここに何回か来たんで、それ会った選手はいたんですけど、初めての選手です。幹事さんと松さんは初めてだったんで、ご挨拶させていただきました。どうですか、ベルカの初めて来た印象。難しいですけど、みんな優しいですし、初めての練習はきつかったです。実
間ほぼみっちりやられてましたけど、はい、あの練習に関してはやっぱり全然違いました。はい、全然違いますけど、きついけど楽しいですし、まあ、身になるというか上手くなるなって思いながらやってました。長崎にはもう住んでます。はい、どうですか長崎の印象。道が狭いなって思いました。食べ物とか何か。食べ物でも全然まだ食べれてなくて、ちゃんぽんを、あ、ちゃんぽんですよね、ちゃんぽんだと一回食べただけ以外は長崎っぽいも食べれてないんで早く食べたいです。LA 楽しかったです。充実してましたね。そのワークアウトもそうだし、やっぱ気候がいいっすね。気候って、あの気温は多分日本より高いけど湿度が全然ないんで、なんか日陰ちゃんと涼しいし、なんかで僕自身こう LA で生まれたのもあるから、こう家族に会ったりしたし、お姉ちゃんだったりとかそのいとこだったりにも会えたんで、なんかそういった意味ではすごく、はい、充実してました。今年のシーズンでいうと、リオ選手はどう変わりますか？なんか気持ちの持ち方的になんか自信を持って、今シーズンに挑めそうな気がします。なんか前は、まあ、初めての B1 っていうのもあったし、まあ、怖いじゃないけどこうチャレンジっていう気持ちが強かったし、なんかこう自分が B1 でどんだけできるんだろうっていうこう気持ちが強かったんで、なんかその手探りというかこうすごく探りながらシーズンに入っていったイメージがあるんですけど、今シーズンはまあ B12 年目ということで、個人的にもう本当にこうしっかり結果を出したいし、最高のシーズンにしたいなって思ってるし、なんか本当なんか去年に比べてこうかなりワクワクしてるシーズンなんで、特になんかディフェンスの部分でこうもっと脅威になる選手になりたいと思うし、なんか本当 B1 でこう一番になるようなディフェンダーになりたいなっていうのはすごくあるんで、なんかそういった意味でもまたチャレンジではあるんですけど、なんか去年とはまた違った気持ちではあります。僕はもう、まあ、去年のそうですね、まあ、去年の途中ぐらいから思ってはいたんですけど、もう優勝する、優勝目指す、シーズンにしていかないといけないなっていうのはすごく感じましたね。はい、去年は30勝っていうチャンピオンシップに出れるかどうかっていうところを争っていたところを、まあ去年あんまり自分たちが望んでいた成績ではなくて、まあそういう悔しさもありながら、ただまあ、その目標達成できなかったかって振り返ると、僕はできたと思いますし、まあ、それだけのポテンシャルがあったチームだっただけにすごく悔しかったっていうのもありますし、で他のチーム、B リーグの今の状況を見てても、自分たちに可能性があるっていうふうにすごく感じるので、なので、もうまずメンタルの部分で自分たちが本当にどこを目指していくのか、まあ、僕はもちろん優勝を目指していきたいと思いますし、それが、たくまさんと同じっていう風になっているんだったらすごく、いいなと思いますし、全員がその意識というかそういうメンタルっていうのがまずはそれになることがすごく大事なのかなと思います。